まが到着したのかな。とうとう北海道から出ますよ。今目の前にね、何フェリーっていうんだろう、津軽海峡フェリーだったかな。あ、これ書いてある。津軽海峡フェリーよね。函館から大間までということで、先ほど購入しました。一応ね、いつ行くかちょっと分かんなかったんで、当日に購入して、片道15,800円ということで、このキャンピングカーは6メーター未満なので、普通車と同じ扱いになるみたいなんですよね。30分前までに乗船口へお進みくださいということで、今、そのフェリーの手前まで来ているんで、もうここに待ってればいいのかなというので、一応ね、誰かが来ても見えるように、先ほどね、乗船券のね、チェックをポンとして、はい、やってますんで、コーヒー飲みながら、はい、行きたいと思います。今週旅、どうなるんでしょうね。楽しみにしててください。僕も楽しみにしてます。来ました。ここ横浜町、青森県です。青森県横浜町ってあるんですね。大きい
今むつ市ってとこに入ってんのかな。とりあえずこれから八戸に向かいたいと思います。あ、僕が降りたところ大間町ここっすね。大間からフェリーでこう来てむつ通って今は横浜町ここだ。はい、そのさらにこっちの方行ったら八戸ですね。はい、菜の花が有名なのかね。結構通り道では農業が結構多くやってましたね。引き続き安全運転で行きたいと思います。道路は割とまだまだ綺麗なところが多くて進みやすいです。行きましょう。どうも大輝です。本州に到着しました。というね、本州到着して大間港からね八戸の方まで来まして、昨日着いて、まあ、今日ちょっと日中いろいろと回って今ようやく落ち着いてちょっとカメラを回してね今動画を撮り始めてますけどもまあなんか本州に来たなっていう実感というのはなんかちょっとあったかいかなくらいですね。まあ多分でもそれはたまたま昨日今日があったかかっただけっていう感じだと思うんですけど、まあもちろんね見たことないところっていう形でね新鮮な感じはあるんですけど、まあ割と北海道そういないかなっていう感じもあります。で今日行った場所はね海岸を見て、それから鳥居神社のとこですね。神社のところ港を見てっていうことで、まあ結構北海道でも見れるようなところっていうのもあって、まあ親近感が湧くというかね、親しみやすいところ行って、まあただめちゃくちゃ綺麗でした。はい、だから北海道がすごいめちゃくちゃ綺麗っていうね知名度があって、観光客すごいたくさん来ると思うんですけど、ここ八戸も北海道並みにすごい美しい景色があって、でも観光客っていう部分で言うとそんなに来てないっていう話なんで、北海道ワードってやっぱり強いんだなって。多分日本各地にすごい景色がいいところってね、北海道くらいすごい海が綺麗だったり自然が豊かっていう場所がねすごいたくさんあるんだと思うんですよ。でもやっぱり北海道っていう文字がつくだけでもう化けるみたいなね、そんな感じなんだろうなっていうのもあります。ただ食事面とかで言うとね、北海道はね農産物海産物と、まあ僕が全力で応援している一次産業ですね、やっぱここはかなり強いと思ってますんで、今回八戸の方でもねいろんなところ行って、で市場の方行ってね、まあ青森と言ったらやっぱり何ですか、うん、そうだよね、はい、リンゴ、はい、でしょ、リンゴですよね。なのでリンゴ買いました。はい、で今回八戸に来て YouTuber の逃した魚は大きいっていう YouTuber さんがいるんですけど、クマさんってね、あの名があるんですけど、そのクマさんと一緒にいろいろとね観光連れてってもらって、でリンゴも一緒に食べようかなと思ってますんで、これからクマさん来ると思うんで、はい、ちょっとクマさんとまた話しながら動画回したいと思います。少々お待ちを。